こんにちは、マリアージュ賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？はい、今回はですね、大谷市のリフォームのリフォーム事例になります。まあ、大谷市といっても、まあ、外の、ね、塀ですね、外塀の、リフォーム工事ということになってます。結構ね、古いお家ですと大谷石っていうものを作ってですね、外の塀作ってることが多いんですけども、まあ経年劣化するとですね、ポロポロ落ちてきたりとかね、ひび割れ結構激しくして、結構壊れちゃうっていうケースが多いんですね。私たち中古戸建てのリフォーム結構多いので、そういったところからですね、 OB のお客様も含めましてリフォームしてほしいっていうご依頼結構あります。はい、で、まあ、今回のご依頼はですね、剥がれたり亀裂が入っているので、きれいにしてほしいというご依頼をいただきました。あと、まあ、地震がね、不安なんで、ちゃんと崩れないようにしていただきたいというのも入ってますね。はい、で、まあ、こういった外壁を直すのはですね、大幅に直すっていうのはすごく費用がかかるので、まあ、そういうことではなくてですね、いつまでね、住むか分かんないお家だったりすることもあるじゃないですか。ですので、大掛かりに直すということよりも、きれいに直してですね、崩れないようにしておくということで、補修した上でジョリパッドでの仕上げをご提案いたしました。まあ、お値段もね、全然かかりませんから、すごい壊すっていうことに比べたらですね、壊して新しくやるってことに比べたら全くお金かかりませんから、こういう、施工方式をやらせていただきました。はい、ですね、まあ安価でね、綺麗になれるのがいいかなと思いますからね。まあずっと住む 家になるか分からない方の場合、特にですね、空き家の、お持ちの方なんかにもおすすめのリフォーム方式じゃないかなと思います。はい、それでですね、こちらの方、リフォームした後の、画像になりますけども、リフォーム後の画像です。すっきり下の方はですね、上の方はもうすでにそういう施工してありましたが、下の方はですね、モルタルで綺麗に直した後にジョリパッドを上から塗ってですね、仕上げたという形になります。まあ、非常にすっきりした印象になってますよね。で、これだともうポロポロ落ちることもないですし、安心して、ご利用になっていただけるんじゃないかなと思います。ただこれ色がね、実はこれグレーなんですね。グレーだからちょっと水色っぽく見えますよね。ただ一応はグレーです。まあ、あとジョリパッドはいろんなカラーがあるので、お好きなカラーに選ぶことができます。で、こちらちょっと違う角度から、撮ってる画像ですけども、凹凸も完全になくなっておりますし、綺麗にすっきりとした滑らかな印象になっております。はい、大谷石のリフォームはですね、こういった施工が、安価ですぐ工事できますので、おすすめだと思います。はい、でビフォーアフターの、ね、画像になります。リフォーム前、ちょっと遠目で申し訳ないんですけども、こういう形になっていた下の方ですね、下の方がよりパッとした形になります。はい、これがリフォーム後になります。すっきりした感じですよね。はい、でこちらリフォーム後です。はい、ご視聴ありがとうございました。いつもありがとうございます。